はいどうも院長です。じゃあこちら今日3本目、最後はね、このチャンネルの最後の動画は、えー、移民難民政策岸田ジャパンですかね、えーまあ、当然岸田総理でしょ、あとね、まあ、オーストラリア政府を挟みの、えー、またなんかね、日本からね、訪中団ですよ、何をやってんだろうな、本当に、しかもまたね、団長誰だと思いますの河野さんなんですよ。 二階さんじゃないんですよね河野さん太郎さんじゃないです親父さんの方ですね積極的な人的交流あこれ対中国ですよ当たり前ですけどうん人的交流この後に及んで要はそんなことこけるよなほんとこの一族はさ、うん、でもって当然ね、うん、相手中国だからそれは調子こくんですよ BYD ね 530万もするような車をね、うん、日本で売るんだって <laughs> おいおいおい <laughs> 岸田ジャパンじゃねえよほんとマジで、えー、移民政策拡大、ねえー、日本政府岸田政権は当然そっちの方向ですよ、ね、で外国籍の高卒者就職5年で定住者資格に将来設計を描きやすくする狙いがあるみたいなね、うん いやもう本当、我々日本人のなんかこの声だけがんむしなんだね。あ嫌、はあ、になっちゃうな。なんで拡大するかね。ここは絞ってくたんだろう。えー、在日外国人の子供のうち親と一緒に中高生で来日した子供の在留資格をめぐり政府は高校を出て就職した人があ定住者資格に移行するための要件を明確化すると。 <laughs> 仕事まともに働くとは到底思えないけどな、ね、働くから飯食えるっていう発想じゃないだろこいつらはどう考えたって、ね、なんだかんだ日本の制度にうんぶだっこにゆすってたがってぶら下がってよう、うん、巻き上げてなんぼだろう、うん、そもそもね就職して、ね、仕事して、ね、お金稼いで、ね、生活する、ね、自活できてる人 ねその可能性が高い人こん,なこんなことしに日本に来てないだろうだってそもそもうん <laughs> ねそういうねそういうしのぎっていうかそういうこの社会生活をね遅れないやつらがね、うん、じゃあ一丁っつって、ね、パスポート持って、ね、ブーンって飛行機に乗って乗り込んできて暴れるどう考えてもおかしいだろうなあ しかしまあもう最初から分かってたことですけどね。なんでまあことごとくこの外来種の場合の対処がもう間違い続けるかね。なあ、なんでこのタイミングで移民政策拡大なんていう判断ができるのか。<laughs> どんだけ日本社会のこの治安を悪化させりゃ気ぃすもんかな。ね。うん。なぜこうなんか一生懸命働いてくれるだろう前提、未だに続けてんだろうね。 ことごとくバックレでギャング団に合流して窃盗団じゃねえかよななんだかな本当もうお先真っ暗だよ本当にねでしまいには今度はあれか <laughs> ね、うん、パンツカーだよパンツカー意味が分からんよなだから訪中団この90人とか言ってた、まあいつもこんなもんですけどね,ねこいつも,もうとっ捕まえて逮捕しろよあの半島の詐欺案件の件でもいいしさ えー、日本国際貿易促進協会で何が国際貿易だよ、ね、日中貿易促進協会名前変えろうんであそれはそれであるんだよな確か90人が訪中で、えー、河野洋平団長、うん、まだまだなんか現役でこんなうろうろしてんのかで積極的な人的交流を呼びかけなんだよ自らハニトラの要求か <laughs> おいおい <laughs> なんかどっかのあれみたいだね元幹事長だか、ね、元防衛省だか、ね、あ,あいつらみたいだよねでまあそらさとき呼びかけ短期滞在ビザ免除措置の再開を要請とねっマヌケもいいとこだな <laughs> ただもうこのビザ免除っていう仕組みそれ自体はもうなんか廃止してもらいたいよ、ね、え前から言ってますけどねえめんどくせえのは普通なんだよええ どこの何者かよく分か,ん分かんないじゃなくてもう分かってて、ね、だって反日国家も反日野郎どもでしょねえいや簡略化してんじゃねえよなんで免除なんだよ逆だろより厳重にうんねえなんかハードルが3つだったところ30個ぐらいにするぐらいの厳しさを要求するのが普通じゃねえのかよおかしなことになってるよな中国を訪問した河野議員、えー、元,元衆院議長 を団長とする、えー、日本国際貿易促進協会、えー、の代表団が1日、えー、北京のあ人民大会堂で副首相と会談したと言ったら言ったで舐められるんだよな、やっぱり、えー、河野氏は日中両国民の相互理解や協力を進めるために人的交流をもっと積極的にやらなければならないと呼びかけたとなんでお前らからこのへりくだってよ とアホだよなもう逮捕してもらいて本よ、本当に。で、訪中団に参加した財界人からは、新型コロナ禍で停止した日本人への、えー、短期滞在ビザ、免除措置の再開を求める声が出ていると。誰が求めてんだよ。で、えー、河野団長は、日中間の交流についてコロナって思いがけない問題が生じ、何がもの思いがけないだよな。えー、お前らんとこからだろう、そもそもが。 えー、この数年間は停滞後退したと述べたと。はあ、で、えーまあ、相手の,この副首相は何て呼んだな、カシ、えー、日中関係に関し、特に経済、貿易面での協力を通じ、だから金だよね。この結局、ここでも相手がこの日本に要求してくるのは金でしょ。うん、で、えー、両国民にもより大きな恩恵をもたらすことができると訴えたと。 でえー、この国防んなんて言うんてうだろうこれ国防側があ河野氏が会長を務め中国との友好促進や経済関係の強化を目的に活動する日中友好7団体そんなものが7つもあんのか <laughs> もう全部閉じちゃえよ訪、えー、中団には日本企業、えー、幹部らを中心として約90人が参加し この税金でいくんだろう当然だけど1日から3日に北京と中国政府との意見交換などを行うとだ意見交換を行ってさ日本社会にどんなリターンがあるんだよ、えー、4日に公、えー、訴訟南京5日に、えー、同署訴訟を訪問し6日に帰国予定だとなんだよこれ慰安旅行かでまあなんか ね、その河野さんといえば、それはこの太郎さんの方うが、まあ、総裁選出馬という話を、ね、してましたよね。はあ、頭痛が痛いですな、はい、今回は以上です。